さあ始まりました、内田博樹の内田ラジオ。今回はここいきなりステーキさんに来ております。そして今回やる企画はいきなりステーキでステーキ好きなだけ食べてみた。いきなりステーキ値上げしたらしいんですけども、やっぱ食べたくなっちゃったんで来ました。ワイルドステーキの 450g、 こちらをたらふく食べていきたいと思います。それでは行ってみよう。いつまでもジュージュー言ってるよ。うまそう。まずはそのまま。うわ、プルプル、やばー。いただきます。肉のね、力強い旨味がガツンときて、これはうまいわ。うまし、ニンニクソースにディップして、いや生きててよかった。プレプレでしょう。いいね、脂身、宝石のようですよ。こりゃご飯が進むわ。バイオンとしてうまし、焼き加減も絶妙で美味しい。この断面見てくださいよ。滴ってるよ。今半分ぐらいですね。まだまだいけます。ニンニク、いやー、思いっきり肉を食べてるって感じがもうほんと幸せだね。うまい。進むわ。うん、コーンもうまいね。さあラスト一切れ。うわ、うまっ。 450g 完食。それではまだ足りないので2発目頼んできます。ゴー。ワイルドステーキの450をください。それでは2発目のワイルドステーキ 450g 追加でペロリいきたいと思います。うまそう。ほらこの断面見てください。ほら絶対うまいやつ。確定。2発目もいただきます。ほんと、おお、めちゃくちゃジューシーだ。うめえ。うわ、食べ応えはあるね。ニンニクのソースたっぷりつけて、うお、まろやかな風味だ。たまらん。味変のわさび、わさびたっぷりで、おお、きたさあ。あーでもうめ、もう顎痛くなってきた。ニンニク醤油ソースつけて、うお、ガツンとニンニク、いつまでも飽きずに食べられるな。やっぱね、値上げなんかに屈しちゃいけないんですよ。まあなんかいろいろ言ってますけど、実はいきなりステーキ初めてです。させん、なかなかね、腹もいっぱいになってきましたよ。ライス2杯目完食。箸休めのブロッコリーがまたね嬉しいんですわ。よし、ラストスパート、ラスト一口。いただきます。2枚目完食。完食です。うん、嬉しいな。というわけでね、いきなりステーキでワイルドステーキ 450g 2枚完食してまいりました。お腹はいっぱいですけど、めっちゃうまいねステーキ。やっぱりこれからもね、お肉の値上げに負けずにガンガン食らっていきたいと思います。というわけで今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。今回の動画面白かったよ、ステーキうまそうだったよと思ってくださる方は、チャンネル登録と高評価で応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。